冷静です。もうこれいいでしょ。自分で行く。スルーパス、ムニエからマフレス、セスク、このボールをカットします。さあカウンターを仕掛けます。もらいましたね。裏へ抜けた。アーセナルとしては突破できませんでしたけどもね、はい、いければチャンスでしたからね。そうですね、今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。いいプレッシャー、大きく縦へ。さあカウンターのチャンスになります。こぼれてルーズボール、抜けてくる。まだある。ここは繋がりません。前半までシュートまで行けていないペーレンテン。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュート。いやー、今の北澤さんファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。デヘア、シュート、デヘア、こぼれた。いやー、これ褒めるべきはすごいんですよね。今もくれちゃうんですからね。この辺は人に対して厳しくいってますよね。アーセナル、ここでファウルをもらいます。これはイエローを食らってしまいます。レフリーの注意が入ります。フィリペ、非常に攻撃的なサイドバックの選手です。カリル・クリバリ、スルーパスを出す。カリル・クリバリからネイマール、コース空いた、どうだ。クリアが精一杯ですね。ここはすぐ奪い返します。ヘレンフェン、セスク、さあ右へ預けて、ヘベル、縦へのボール。さあ一気にカウンター、ネイマールからインモービレ、
カゼミロ右サイドを振ってムニエ右サイド上がっていきます。抜けてくる、クロス合わせてくるか、プレッシャー。そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。両チームチャンスはあったんですが、結局ノースコアで終えたという前半でした。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね、はい、この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。なるほど。ヘイレンフェーン対アーセナル、前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半です。前半では得点シーンが見られませんでした。メルテンス、このスローパスは通りません。モドリッチ、裏を狙っていきます。セリ組み立てながら攻め上がっていく。さあ繋がるか、カット、自分で行く、来たバックスない、アルバハル、セスク、セスクからムバッペと、これは繋がりません。ネイマール、メルテンス、ミリンコビッチ、サビッチ。アーセナルとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。シュート、素晴らしい反応でした。いやファインセーブですよね、よく取りましたね。これアーセナル高い位置でボールを奪って一気にスピードを上げるというのが一つの特徴ですよね。そうですね、今日相手が真ん中に来ているので相手のスペースに長いボールを入れたりとかすると効果的だと思うんですよね。こうやってハイプレッシャーを抑えてしまえばスタミナもどんどん減って有利な展開に持ち込みやすくなりますよね。カゼミロ上がっていく右サイド、カゼミロから緩いフィードボール、さあフラッグは上がっています。カウンタースピードを上げたいところ、ネイマールからサビッチ、来ましたよ、スルーパス、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。裏へのスルーパス、ここは通しません。いや少しいい形になりかけたんですけどね。スペースを出す、ミリンコビッチ、サビッチ、ここはファールです。ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。
ないシーンでした。アーセナル、もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどね、ちょっと焦っちゃいましたね。フィリペ、ビダル、パスでつないで攻め込んでいきます。ヘレンテイン、ビシデスイド。ヘレンテイン、先ほどと同じようなフィニッシュでしたが、決めることができませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。好セーブを見せました。このパスを防ぎます。ヘディラ、さあ繋がるか。ムバッペが受ける。カウンターを仕掛けていきま す, ます、ね、抜けた。これをカットします。アーセナルとしては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。ボールを下げてリズムを作るか。オフサイドですね。さあ残り15分。スペースへ出す。ケディラックから右へ、裏へのスルーパス。当たればチャンスですが、うまく絡み合いませんでした。ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。モドリッチに渡る。チャンスでしたけどもね。残り時間ありませんから、かかったとこですよね。裏を狙っていきます。激しいボールの奪い合いです。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。今日は見応えがある分、時間が経つのが早く感じますね。スローインをカットします。惜しい攻撃でしたけどもね、回っちゃうかな。シルパス、カウンターを仕掛けます。裏へ届くか。いけるか。来たぞ。どうだ。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。さあ右へ預けて、裏のスペースへ。カルバハルからムバッペ、これ出る。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。選手たちにとってこの結果は